これ緑石いたいた緑石緑石とかもさすごいよね産後屋さんとかだとめっちゃ丁寧に売られてるけど面相で、合ってるかな面相で。ソロさんどうもですどうもですねよく来られましたね来ました来ましたまでランプだけでこう多分編集だけでね。来てる可能性もあるけどね。はい。 そうそう、そう、来ました。ついに、これが。これですよ。おすすめの。これですよ。干潟。そう、あの、干潟っていうより。岩盤なんですね。だから、象限って言います。へえ。珊瑚の礁に。象限。原っぱの原。え英語で言ったら、あの、リーフフラットって言うんですけど。でもね。こういう地形が残されてるっていうと本当に。ごくごく少なくて。そうなん。自然海岸ね。だから、貴重な自然なんです。 こっち側カメラ映してもらった、びっくりした。そう、商業施設、これパルコシティ、すごい綺麗ですよね。お、綺麗、できたばっかりで、もう大人気の沖縄のね、あのショッピングモールですよ。そこから道を挟んでね、あっという間だったでしょ。あっという間というか、お、正面ですよね。でしょ。徒歩圏内なんだ。そう、アクセスもいいし。 階段通りですぐ楽しめる。これは遊びたくもなって。なるなるなる。まあ、降りたらもっと楽しいですよ。いいですね。あ、うん、那覇というね。はい、那覇っていうのはもう小さな町ではあるんだけども、うん、そこの目と鼻の先に。これだけ自然観野広がってるってこと自体ものすごく貴重なことなんです。本当に世界的に見ても、そう、貴重で稀有な場所だって言われてるわけ。 大都市の近くにこれだけの自然海岸があるっていうのはね。で、うん、ただ今日はせっかくジェックスさん皆さんね、うん、加藤さんに来てくださってるんで、うんはい、ここの海の価値、はい、自然の価値を知ろう。それで見てくださってる方たちも。はい こういう自然海岸っていう魅力があるんだなっていうこと伝えられたらねいいと思いますぜひぜひそうそうそう教えてくださいもちろんですそれでそれこそこの動画見てる方たちがじゃあ今年の夏沖縄に来ようっつったら那覇空港からすぐだしアクセスも簡単だからここに来てもらってね実際見てもらったらいいと思ういやそれ一番一番からじっくりいろいろそう僕に教えてくださいもちろんです皆さんで楽ししみまょうよ今日はね せっかくだからはい、はい、よろしくお願いしますはい <laughs> レッツゴーよいしょもう足元が、ね、岩盤でしょ岩盤せっかいナインスのねすげえ黄土色だぜうん要するにサンゴだったっ、ね、そういうことですねそういうことですなんかフラットなのが本当面白いです、ね、面白いよねなんでなんですか いやだからサンゴはフラットに育つってことですよ水面に影響一番制約されるから水面ってことそう水面の高さしかサンゴは育たないじゃないですかはははいはいはい、はい、だからギリギリまで水面になってサンゴが育ってそれがなそううサンゴがなくなると当然フラットな知見は残るってことですよ。なるほどいや、うん、結構サンゴってむしろ凹凸のイメージだしもうねトゲトゲのイメージじゃないですか。本当だよね だからフラットっていうのがねって思ったけどそうそう水面ギリギリで戦ってたからね戦ってるからねそれであの今まさにさ加藤さん言ったイメージっていうのはインリーフからアウトリーフに行くとリーフエッジはまさにこういう高度が広がってるわけ深いところがそうそうだからここはもうもっと大昔にサンゴが広がってた名残なわけこれこれねあるよねめっちゃあるこれ雨もっていっちゃっていいの えっと、厳密に言ったら琉球スガモっていう仲間なんけど。琉球スガモ。もうアマモの仲間だよね。アマモに近い仲間、極めて近い仲間。パッと見バリスネリスなんですけど、ね。<laughs> だよね。ねえ。水草のね。そう,そうそうそう。そうなんだけど、バリスみたいに育たないからこいつら。言ってましたね。難しいの。え a 難しいって言ってました。難しいよ。 簡単に言うとやっぱり土がめちゃくちゃ重要っていう感じって書いてますね。その通り。もう本当にその通りで熟成して肥えた適度に肥沃な土じゃないと育たないわけです。はいはいはい、なるほど。それでね、うんうんうん。ここには2種類あるんだよ。何何松葉海ウミジサってやつね。細かいね。細い,細いやつ細いやつこれこれが松葉海ウミジサで、うん、こっちの背が低い方太い葉っぱのやつが永久、うん、スガモだよね。一見綺麗な草に見えるんだけど<う>やっぱりこの中にはね。うん。うん 太古の昔から降り積もっている有機物。なるほ豊富なの。うん、ね、うんうん。それだから育つ。でもこれをじゃあ水槽で再現するっていうと。うん。めちゃめちゃ時間かかるわけです。なるほど。ああ。基本的に。だから一年以上かけて。魚飼って。有機物を堆積させて。うんうん。作るしかないんだよ。うんうん、結構時間かかる。あ、やっぱね。だってね、今までマリアンカリウムの面白さっていうのは。うん いかに品栄養を作るかってめっちそうそうそうサンゴと言えばそうですよね。こんなのがさ、ありえない。ありえない。あるえない。あるえない。でも逆にこいつらはいかに筆を貯めるかっていうところが面白いところ。今まで180度違う世界。だから面白いんだよこいつらは。なるほど。うん。それを海に来てこうやって学ぶわけです。知らない人は見たら本当サンゴみたいな感じにね。ね、もしくはなんか海藻かなにも見える。そうなの。 いいのがあるじゃない、いいのがあるじゃないこのサボテン草の仲間だよこれねこの白くて綺麗なやつこれもそうだしこれ薄いサボテン草って言って知ってるでしょ見るこわあるでしょブーで売ってるいろんな種類あるんだけれどもこれも綺麗ね。綺麗だよねまさにサボテンみたいな形で結構固着してるんですか固着してる。これは種類によって違って岩床液に固着するぼっくりついてる岩床液にくっついてるやつもあれば砂に入るやつもあるわけ なるほど、ねうん、でもこれが残ってるってやっぱ自然豊かなんだよね。そうなん、ね、どこにでもあるわけじゃないから。そうなんだ、うん、いや正直、うん、俺あんまりフィールドワーカーじゃなくてひきこもりなので知らないのよ。そう <laughs> どこにでもどころかゼロに近いから。そうか でもこうやってくると楽しいんだよねやっぱりめちゃめちゃ楽しいよ特に今までフィールドワーカーじゃない方たちにぜひ見てほしくてこういうとこだったら安全に気軽にできるしそうなのよ俺みたいなレベル1でも楽しめるのはすげえおいしいそうなのそれで加藤さんレベル1じゃないけどさそれでこれがさっき海草の漂着した枯れ葉こういうのが降り積もって分解されて豊かな土壌ができるわけなるほどね化粧がね すごく重要。いやあこういうのってさでもインプットがないとあゴミだなってなるじゃん本当にその通おり汚いなと思うだけど、そうじゃなくてこれがあっちに溜まっていってこっちが越えてくるわけでもこの土を肥やすにはただこれは分解されるだけじゃなくてこれを食べる生物がいるわけよカニだとか微小な生物がこれを食べてそれで降り積もるわけよ 水草なんかはさソイル使ったりだとかいろんな優秀な肥料があるんだけれども丸に関してはないからこういうのを入れるというオールドスタイルをやるしかないわけ。ななるほどね肥料の入れると一時的には効果あるんだけどまず短期的にしか効かないってことは一つともうコが生えたりだとかやっぱり環境が荒れるの。アンンコトローラブルになっちゃうわけ。だからやっぱダメなんだよね。 そこら辺が水草とまた違うところでというのは成長が遅いんですよ海草ってそうなんですねだから結局持て余しちゃうわけ化成肥料的なの入れるとそっかそっかいやまあ本当ねいろんなこと試されてきたんだなっていうのはねブログというかインスタとか見させてもらうだけでもそうそうありがとう非常に感じるのでそうなのよんや面白いことやってんなと思ってだ結局加藤さん今日聞いてくれたでしょ何が嬉しいかっていうと アクアリウムと自然の架け橋なんだよね、これがあ<ー>これを見せてくれてることが本当に架け橋で、うん、海なんてまさに未知の趣味の世界で、うん、これをやっぱ解明するのは自然を見るしかない部分があるわけ、うん、それでこれなんかもセンナリ,んんンナリズタって言うんですよ聞いたことある聞いたことあるでしょ海ブドウだよね、みんなが知ってるんだったら海ブドウの近い仲間、近縁の仲間プリプリしてるプリプリしてるでしょ、うん、センナリズタって言うんです<う>これは浅いこういうい沖縄長官隊の代表紙の一つね それで白くなってるとこはちょっと日が強くて焼けちゃってるのででもこういうふうにねマスカットみたいな綺麗な色してて育てやすい仲間岩たの仲間これなんかマリンやる人はこれからやるとやっぱり「へえ」っていう草ね今日はねちょっとせっかくだからこの海藻もちょっとピックアップしてそう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 、てみ会社でトライしたいなと思ってああぜひぜひやってみてなんでちょっといろいろで海藻をること自体は これはどこまでがオッケーでどこまでがある,、ね、あるんですかえと法律面から言うね、まず例えば沖縄に限らず内地もそうなんだけどうん、うん、まず気をつけないといけないのはうん、うん、その地域の漁業権。 例えばひじきだとかあと天草ね要するにマクサっていうのは本名なんだけど天草だとか有用水産生物の海藻っていうのはやっぱり取るとそれ NG の場合が多いです。食べるるもんねねそうかか分はあともう一つ気をつけなきゃいけないのはやっぱり希少種だとか天然記念物的なやつだとかれてるにそうそうそう守られてるやつね環境保護っていう観点で守られてるやつただ海藻に関しては実はその指定されてる草ってあんまりない わけ、うん、ただ内地で見ると、うん、この岩田の中にも天然記念物の岩田もあるしそこら辺やっぱ調べてからやる必要がある。はいはい、適当にやっちゃダメよそうあともう一つは、うんえー、乱獲はしない。 そうですよ、ね、これだけ生えてるから一部を頂戴してトライアルすることは、うん、僕はその海の自然だとかアクアリウムを深めるって意味ですごく重要なことだと思う、うん、これ全部持って帰らないようにするっていうのだけじゃなくてそこにある程度柔軟に一部頂い,いて育てるだってねどっちにしたって季節が来ればなくなったりだとか山菜と一緒だよ。 うん、自然の恵みを一部頂い,いて、ね、美味しく楽しんで、うん、あとはこれが未来英語まで続くように維持していこうって、うん、そうそうそ、うん、その考え方ね。取っちゃうとねそう来年取れすぎちゃうとその通りその通り。その通り そその感覚そ、ね、その感感覚覚を持ってれば大丈夫なるほどこれを乱獲してネットで売ろうとかそういう下心になるとまずいわけ、うんはいはい、本当に裸に裸なっちゃうす、ね、その通りだよ、うん、それで今日なんかは、はい、ここは将来的に埋め立てる場所だからあえ、ねうん、て僕はどこだって明記してるし、うん、明記してるし、うん、みんなに来てくれって言うんだけどそ,だ、ね、それは将来埋め立てられる っていうのがあるから言ってるだけの話で、通常は皆さんが遊ぶフィールドワークの場所っていうのをやっぱり公開すべきではない。スポーツソフトゴーランが出たりだとか、そ野生物と変わるわけ。サンゴが出てきたよね。どうどうこれまさにさ、サンゴだね。本当だ。これ見て、これ面白いよ。フラットでしょ。ねだここまでは潮が下がるってことなんだなるほどね。これマイクロアトルって言って、マイクロアトル。あどういうことかっていうと、あの虚像干渉。 サンゴ礁ってさ、チリで習ってたじは巨匠、鑑賞とかさ、オーストラリアのグ,グレートバリアリーフみたいな感じで、うん、これはその一番ちっちゃなタイプでマイクラトウルって言うんだけど、うんうん、要するにここまで潮が下がるから、ここから上はもう育たない。うん、なるほどね、うん。サンゴの仲間じゃね。多いよね。じゃあ過激なこう生存競争だよね。に繰り広げられてまそれに見に合ってるわけだよね。<laughs> まで追いだ,、ね、だよね。

いつもここにと思うのは、サンゴなんて下手したら、その、干上がってるやつもあるわけです。場合によってはね、年に数回の、王将でも、めちゃめちゃ引く時なんで。干やがってるんだけど、やっぱ粘膜出して、ね、液出して、乾燥に耐えてたりするわけ。こらえるんだ。そう、それで、我々われアクアミウムやる時は、エアコンだとか、クーラー使って、ガンガン引くやつでしょめっちゃ、ね、もう、あんかしますよ。完璧な、では、事実。 ここなんて本当お湯みたいになる場合もあるし、ねねまあ、周囲によるっていうのはあるんだけどーいやー野生っていうのはなかなかたくましいんだなと思うリアルに見るとね,ね、うん、面白いよねいようんいや、ね、これ緑石見取緑石緑石とかもさすごいよね。 もう投げ捨てられてるかのように、緑が適当に、それでもまだ一気に。これ増えるよね、こいつと。すごいよね。タフなんだろうな。カルシウムリアクターやら。ねえ、隙間やら。本当ね、あれ。丁寧に、丁寧に供給して育てて。本当にここ、二三十何度になる。なるよね、この水量で。あるよ。今日。なるけど、じゃ、どこ行ったらいいのかなって。 絶対になると思うのよ,だよ、ね、多くの多分アクアリウムの人も、うん、そうじゃない人も多い。うん、だと思うだからここってすごい貴重だよね貴重なのだからみんなこんな気軽に来れるんだったら来てくださいっていうわけうん、うん、ほんとほんとこんなにオープンにねしていい場所もあまりないだろうから。そう それにね、やっぱりこういうの見たら、自然の価値が本当にわかるわけよ。わかるね。その教科書の勉強じゃなくて、実体験としてこの流れる潮で流れる海見たらさ、これ人工的に作れないなってわかるわけだ。よね。綺麗でし癒されるでしょ。これだから今最短潮に向かってるからガンガン潮が引いてるわけよね。そう。それでこれだけ潮が動くっていうダイナミックさがわかれば。 海って気軽に入ったり行かななってことはわかるわけ。そうだね。なみたいに流れるからね。見えてないけど、こんぐらい動いてるて。動いてる。ね、これがもっと大きな海域で、本当に川みたいに流れる海域があるわけです。うんうん、そういうところって、やっぱ人が溺れたりする事故も増えてる。そうだよね。うん、でも、リアルだもんね。ここみたいある、リアル。川だもんな、海なの。川。川うん、面白いよ。面白,面,白く面白い。なんか面白い。